ムロツヨシ、ゆったり、マイペースなヤギ&タイゴと勝浦を散歩。心洗われたムロツヨシが、2月9日放送回から4回にわたって、テレ東系のバラエティ、ヤギとタイゴ、金曜午後7時25分に出演。ヤギのタンポポ、通称、ポポと千鳥、タイゴと共に、カツオや勝浦担々麺で有名な港町千葉県勝浦市を散歩する世界卓球2024により2月23日は放送休止。ヤギとタイゴでは、ポポとタイゴが田舎町を歩きつつ、ポポが雑草を食べてお腹いっぱいになったらロケは終了。とてもゆるい旅番組だ。今回漁港にアポなしでお邪魔すると、ちょうどマグロ水揚げの現場に遭遇する。下積み時代、横浜市中央卸売市場でアルバイトしていたというムロは、懐かしの光景に大興奮する。さらに地元で採れた絶品の海鮮料理も登場。大海原を一望できる絶景露天風呂にも入るなど、ゆったりした旅を満喫する。しかし真冬のロケは雑草が鳴く大ピンチに。ポポと小ヤギのもろこしのお腹はいっぱいになるのか。ロケを終えたムロは、本当にポポが思うがままにゆったりと過ごすことができて、自分が本当に心洗われましたと旅を振り返り、結構自分のペースで動くんだなということと、案外人見知りもしないなと。知りしないのは僕と似ていますが、自分のペースで動くのはもうちょっと真似したいなと思います。かっこ笑いと、ヤギの生態にも興味津々の様子。さらにモンゴル衣装は寒いかなと思ったんですが、思ったより大丈夫でした。でも赤い衣装は小さくて、青い衣装は大きいんですよ。真ん中を用意してもらえないかなとは思います。かっこ笑いと、番組への注文も。続けて見どころは、午前からスロースタートと思いきや、昼前からの素晴らしい流れですね。ご夫婦との出会いからお昼ご飯までの流れがうまくいきすぎているので、台本だと思われるんじゃないか心配ですねと、撮れ高的にも大満足のロケとなったようだ。番組グッズの売れ行きも好調で、今回のロケではそのお礼としてポポとモロコシに特製牧草ケーキがプレゼントされる場面も。そんな中、早くも番組オリジナルグッズの第3弾が発売されることも決定した。新たなアイテムはネ・エ・パーカーの白とネイビーの2色。背中に大きな「名」の文字と、胸のワンポイントのタイゴとポポが可愛い。さらにステッカー依頼となるもろこしの新グッズ、もろこしトートバッグも。もろこしのモフモフ感を表した手触りの良い刺繍が特徴で、お出かけが楽しくなること間違いなしだ。新商品はテレ東本舗。ウェブとテレ東本舗、東京駅店で2月9日午前10時から発売される。